はい、次の31パックから60パック見ていきましょう。こっちの方が自分も効果確認できるから見やすいんですよね。おレリーフだ、来ました。ニルバーナハイパラデンのレリーフです。こいつが強い。下の丸2かな。このカードが戦闘で相手モンスター破壊した時に発動できる相手のライフポイントを半分にすると。ただね、チューナーとチューナー以外のシンクロモンスター1体以上で、そのチューナーをベンデラムモンスターにしなきゃいけないということで、ちょっと難しいところがあります。お？なんだこれ。スーパーレア黒の魔導陣。うわ、もうブラックマジシャン感がすごいぞ。おー、うわー、強っ。除外効果があると。待って、ブラックマジシャン作りたくなっちゃうな。来ました。新竜はアグニマズとバニッシャー。お？出た！マジシャンオブブラックイリュージョン。ブラックマジシャンの影ですな。自分が相手に魔法トラップカードの効果を最初に発動します。特殊召喚と。ブラックマジシャンという名前。すごいな。自分が魔法トラップを発動すると、ブラックマジシャンを特殊召喚するという。ブラックマジシャン、噛み合ったら強そうだな。まだちょっと何とも言えないんですけど。あ、これノーレアです。なんか情報で聞いたんですけど、これはノーレアらしいです。いそ。来たー。国運のクラマ同士2枚目です。うわ、レリーフだ。レリーフ。イエスイエスイエス。かっけー。かっけー。レリーフかっけー。はい、行きました。ありがとうございます。よしコズミックサイクロン。これ僕何が強いかっていうと、ペンデラムスケールの魔法トラップカードを割ってもエクストラデッキに行っちゃうんで、それが除外するってすごい強いと思うんですよ。いやー、ありがたいです。2枚目でございます。お、出た！レッドデーモンズ、ドラゴンタイラント。これもうチューナー2体いるんですよね。レッドデーモン作りたくなっちゃうね。出た！底なし落とし穴でございます。うん。検問。これノーレアかな？大抵このなんか、ナリキンゴブリンが入れるやつはノーレアなんで。あ、これどうなんだろうね。宿でございます。強欲で貪欲な壺、宿です。あ、もう見えておりますが、はい、出ました。アマテラス。新規のスピリットでございます。セットスタートですね。セットスタートなんですけども、あー、癖があるなー。難しい。お、最後に出たコーラルドラゴン。何？なんか、タツノコイカつくしたバージョンみたいな。ほー、あー、星6にしてはなかなか優秀だな。ドローできるのはでかいですね。いや、使い方次第というところではないでしょうか。坂巻のトルネイドとはマジックストライド。ニーコーラ、月光化。おー、うぅ、これは使えるのか？俺あんまり使えない気がすんだよな。いや、2ドローは強いけどね。でも3回使うとデッキが30枚なくなるわけですからね。はい、宿でございます。極限の魔術師。ここで出ちゃうか。はい、と。メタルファーズクルドライバー。ああ、底なしの落とし穴。ありがとうございます。出ました！ガンダチの鬼丸。出ました。新竜王、アグニマズド、バニッシャー。これも3枚目かな。3枚目でございます。出ました。新竜刑事、マスターペニス。もうここで分かっちゃうよ。はい、出ました。ニルバーナハイパラディンでございます。2枚目かな。はい、ありがとうございます。うわ、これは何とも言えない。アマテラス。はい。もう一枚あれ来てほしいんですよね。コズミックサイクロン。あわよくばコズミックサイクロンの宿が欲しいぐらいです。来た！黒の魔導陣！オッケー。いや、ブラックマジシャン作る気がしてきた。わかんないけどね。いやー！コーラルドラゴンのレリーフですな。いや、非常にかっこいいけども。もうちょい他のカードが欲しかったな。あ、ここに来て初カードだ。トラミッドスフィンクス。トラミッドのスーパーレアですね。うわ、やばい。これ全然出てないな。これ出てない。うわ、トラミッドワンちゃん作ろうと思ってたんだけど、厳しいかな。はい、こんな感じでございまーす。今回少なかったね。ラストの30パックに酔ってんのかな。はい、というわけでラスト30パック開けていきましょう。宿がね、宿そんな出てない気がするんだよ。ちょっとここに溜まってたら嬉しいかな。とりあえずコズミックサイクロンもう一枚欲しいです。最後に溜まってんのかな。やばい、トラミッド、やばい、ちょっと待った。やばい。水のレリーフが見えました。では見ていきましょう。やばい。はい、うわー！アグニマズとバニッシャーです。ちょっと、
多い気がする、これが。うわー、ちょっと多いな、これも。ニルヴァーナハイパラディンでございます。もう、よっしゃ！オッケーオッケーオッケー。トロミットスフィンクス2枚目来ました。ありがとうございます。うん？底なし落としやな。4枚目かな？これも多いぞ。来た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 。オッケーオッケーオッケー。黒の魔導陣3枚目です。これは3欲しいかもしれない。そうか。あ、レッドデーモンだ。絶対レッドデーモンだ。はい、レッドデーモンでーす。おっしゃ！そうだ、これも欲しかったんだ。早すぎた期間です。2枚目かな？やべえ！え？おーい、ガンダチかーい、ガンダチのおちんぽ丸、あ、食べた。ガンダチの鬼丸、宿でございます。やらかしたか、これは。これやらかしたかもしんねえな。おい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 、やばいやばい。俺も、やばい、ガンダチしてきちゃった。いや、違う違う、なんでもないっす。はい、レッカーパンダもおそらくノーレアでしょう。うわーん、これだった。レリーフのコーラルドラゴンです。ああ、よかった。これも欲しかった。マジシャンオブブラックイリュージョンです。オッケー。はい、以上でーす。あー、やばい。ちょっと何とも言えなかったぞ、今回。あのね、4箱も買ったらね、家具3枚ずつ揃いたいんですけど、なかなかそううまいこともいかずに、曲芸は3枚、マジシャンオブブラックイリュージョン2、マスターピース2、ここがちょっと事故っちゃったね。神竜悪に松造、バニッシャーが4枚です。スフィンクスも2でした。アマテラスは、あんまり、オイラは良かったです。レッドデーモンズドラゴンタイラント2、ニルヴァーナハイパラディンが3、オニマル 5! コーラルドラゴンが3のうちの2枚がレリーフ。国空の車同士2枚出ましたが、1枚はレリーフでした。強欲で努力の壺3枚のうち1枚が宿、コズミックサイクロン2、もう1枚欲しかったところでございます。黒の輪同士でも無事3枚確保できました。底なし落とし穴が4枚ちょっとかさばりましたが、早すぎた期間が2枚でした。これも3枚欲しかったところです。どっちかというと、ハズレの方な気がするな。コーラルドラゴンが2枚でリーフですよ。で、ガンダチが5枚ですよ。うち1枚宿ですよ。まあ、トラミッドとかちょっと組んでみたいなと思ったんで、ブラックマジシャンも作るか微妙なとこです。とりあえずちょっと、今回はダメでした。次はムービーパックかな。以上、今日のセカンドチューンでした。バイバイ。